今回から始まりました新コーナー、俺のせんべろということでですね、今日は魚で飲めるせんべろのお店をご紹介したいと思います。こちらはよく来られるんですか？いや、これ初めてですね。初めてですか？はい。どうして寄ったきっかけは？いや、今あの隣の駒形土壌っていう、はい、あの土壌屋さんに来てて、はいはい、それの前にちょっとあの上司を待ってて、はい、待ち時間 ですごいなんか安いんで、はい、こちらですけれども、すべてセルフになってます。自分でお盆を取ります。それでこちらから、だいたい190円、あとは380円がメインですかね。もうどれも、もうどれも美味しそうで迷っちゃいますね。これ美味しそうですね。おすすめ、今日のおすすめ、白子ポン酢をいただきましょう。それと梅貝もいいですね。で、ただいまハッピータイムということで生ビール150円、やばいです。じゃあ生ビールに行ってみましょう。すみません、生ビールください。はい、でここでお会計ですね。はい、はい、720円です。はい、ここでポン酢をこちらでおしぼりと、おしぼりと、やばい、引き出せない。こんな感じですね。もういただきます。うん、進んじゃいます、ね、進む。白子肉なんで、白子、はい、クリーム、すごい濃厚。もう一杯行きたいと思います。じゃん、
いのが本当にもう美味しいんだよ。で、やばい。ああ。どうね。どうね。行きます。うん。うまい。これって生ビールってモルツになるんですか？え？何になるんですか？生ビールってモルツ？モルツ、うん、こちらのですね、生ビールモルツ、サントリーさんモルツ、うまい、めちゃくちゃうまい、うん、モルツ最高、うん、おいしそう、いただきます、うん、濃厚、うんうん、Thank you.